はい、こんにちは、ポップです。エフェククチャンネル8月20日金曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に新興国通貨のメキシコペソ円。 南アフリカ、ランド円、トルコ、リラ円の順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけてのクロス円の為替相場は、引き続きリスクオフの円高。ドルとユーロに関しては、比較的ね、大きな反発が見られた場面もありましたが、結局のところ、円高方向に逆戻り。 そして、ポンド5ドルの方はね、引き続き下げが止まらないという状況でね、リスクオフが加速している状況でございますが、個別の解説は後々ね、していきますが、まずは全体の相場感ということで、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス66ドル。 終わり値で3万4894ドルということで0.19%の、えー、わずかな、ね、下落でございましたが、えー、下げて1日の取引を終えたというところでございます、まあ、一旦、ねえー、下げ止まったかのように見えた場面もありましたが時間外取引をご覧いただきますと昨日の終わり値から、ね、100ドル以上下げているということで、えー、まだまだ、ね、なかなか下げがきついという状況でございます、えー、そして本日の東京マーケットも下げております 本日の東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス267円。終わり値で2万7000飛び13円ということで、約1%下げた0.98%の下落ということでね、時間の経過とともに下落幅を拡大。そして今月は、今週はね、大きく下げた1週間としてクローズしたという状況でございます。 これはダウが下げたことに加えまして、やっぱりね、ドルがなかなか上がってこない、全面的に円高方向に進んでいるということが、このね、日経平均の下げを牽引したというところでございます。そして、アメリカの長期金利もね、冴えない状況で、今は1.2%前半までの落ち込み。 そしてドルの方はね、一旦は110円に近づく場面があったんですが、再度売りに押されまして、109円70銭付近。まあ、ただ、109円50銭という、ね、サポートがありますので、まあ、そういったところでどういう動きをするか、サポートが入るかというところは注目でございますが、これは、ね、個別のチャート解説で入っていきたいと思います。 あと、本日の経済指標に関しましては、大した、ね、材料はなくて、先ほどではございますが、15時にイギリスの小売り売上高。これが、ね、発表されまして、まあ、結果は悪かったんですが、まあ、それに準じてポンドの方も下げているというところでございます。ただ、ニューヨークマーケットでは特に大きなイベントはないということでね、最後、テクニカル,ニカル分析を中心に、ね、チャートを見ていく必要があろうかと思いますので、チャートの方を見ていきたいと思います。 えー、それではね、えー、クロス円の4ペア4通貨から見ていきますが、まずはベドル円ですね、えー。こちらの1時間足、デイトレベースの時間軸のチャートですね。えー、こちらをご覧いただきましょう。 えー、昨日はね、えー、大きく東京マーケットが終わってから下落しまして、えー、せっかく移動平均線を右肩上がりに変えて上昇トレンドに切り替わっていたところ、えー、上昇トレンドは、ね、移動平均線が右肩上がりというところに加えまして、えー、移動平均線付近で、ねえー、しっかりと陰線から陽線というサポートを受けながらの上昇ということでね、えー、こちら上昇トレンドに乗ってきたかと思いきや移動平均線を割り込む。 その後、109.50銭、こちらのねサポートが入っていたところ、水色のラインでございますが、まあ、ここで反発したんですが、ことごとく移動平均線を超えることができず、またね移動平均線に押されてした方向なので、再度109.50円銭、このサポートで反発するのか割り込むのか、こういったところの決戦になりそうかなというところでございます。 えー、それでは、ねえー、今日のトレードポイントでございますが、えー、今のところ移動平均線が右下下がりということで、まあ、引き続き、ねえー、ちょっとこれは上値を抑える形になってくると思いますので、まあ、一旦は、ね、109円50銭付近まで戻ってくる可能性の方が強いかなというところでございます、えー、そして先ほどお話しした通り一旦ここで反発が入って移動平均線を超えてサポートが入った場合ですねこれはロングが取れるパターン 109円50銭でサポートが入った場合ですと、移動平均線の動きがね、えー、こんなような形になってくると思いますので、まあ、その上側に平均足が頭を出して、えー、その出したところでポジションを取るのではなくて、しっかりとサポートが入ったところですね、移動平均線及び109円50銭の上側でサポートが入ったところでロングを取りつつ、110円ぐらいを目指す相場で一旦ね、利確を狙っていく。このような考え方でよろしいかと思いますし。 あと、えー、悪いパターンでございますが、109円50銭を割り込んでしまった場合ですね。えー、このまま下げてしまって、109円50銭。これ割り込んで、レジスタンスを受けた場合に、ショートが取れる。えー、そして、えー、こちらで、ね、移動平均線の方は、このままね、えー、下げてきまして、 まあこんな感じになろうかと思いますが、この形で移動平均線も超えれず、109円50銭の下側で要線から陰線、ここのタイミングでショートを取れるかなと思いますのでね、一旦109円の、109円50銭の工房を見てですね、サポートが入って、その上側で、 また再度サポートが入るか、それとも割り込んでしまってレジスタンスを受けるか、これによって前者の場合はロング、後者の場合はショートを取るような考え方でよろしいかと思いますのでね、まあ週末ではございますので、そのようなサインが出なければ見送る、こういったところもね、大事になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ベドル円の解説を終わりまして、続いてユーロ円の解説に入っていきましょう。 はい、ユーロはね、比較的底堅く推移しておりますが、それはあくまでもポンドと5ドルと比べた場合でございまして、ただトレンドとしましては、これは下落トレンド継続中ということでございます。まあ、移動平均線ご覧いただきますと、こちらの方ですね、引き続き右下下がりの下落、一旦はね、こちら、火曜日から水曜日にかけて戻す場面があったんですが、 まあ昨日の、ね、東京マーケット終わったところ、ベ、ま、イ、あ、ドルで説明した通りでございますが、ストンと下げてしまって、その後移動平均線にレジスタンス、レジスタンス。まあ、こういう状況であれば、引き続きね、まだ安易にロングを取れるような状況ではないというところでございます。 えー、そして、ポイントとなりますのは128円、えー。ここのところね、えー、しっかりとサポートが入っております。えー、今、見ていただきますと、三角フラッグということで、上根の方はこのような形で下げているところと、下根の方は128円でサポートが入っている。まあ、こういった三角形の、まあ、旗のような形になっておりますので、まあ、この三角フラッグを下抜けするか上抜けするかというところでね、えー、ご判断いただければというところでございます。 えー、ということでね、えー、この三角フラッグ、まあ、移動平均線がね、えー、これ、上値を抑えているようなラインとなりますが、えー、まず128円でサポートが入った場合でございます。 えこちら、えー、サポートが入って、1回、えー、こちら、上方向。ただ、えー、そうなりますと、移動平均線抜けてもね、そのところではロングを取ることなく、その上側でサポート、移動平均線24と128円の上側でサポートが入ったところで、やっとロングが組めるから、えー、その際の移動平均線は、えー、このような形でね、まあ、徐々に角度が収まりながら、右肩上がりに上がってくると、こう,いうえー、こういったようなパターンになろうかと思います。 ただね、相場には絶対はございませんので、下がったパターンも考慮しておきますと、128円ですね。ここ、明確に割り込んでしまいますと、4時間足を見ても直近の安値を割り込んでしまう。そして、冷やしチャートをご覧いただきますと、こちらの方もね、一気に真空地帯に突入しておりますので、ちょっと128円割り込んだら、オーバーシュート気味の大きな下落が起こってもおかしくない。これは127円ぐらいまで で一気に、ね、半年ぶりぐらいの下落という形になってしまいますので、ちょっとこの辺りはなかなかねロングは取りづらいからというところでございます。よって先ほどの説明した1時間足のロングというのは下方向にね128円を割り込んだ時にはストップロスをかけるのは必須というところでございます。そしてショートを取る場合に関してはこれね128円、15分足でも結構でございますので、明確に下回ったタイミング。ここはね、まあ 一回えー、売りを待たなくてもいいかなと考えておりますので通常であれば128円を割り込んで。 レジスタンスをね、ちょっと見づらいかもしれませんが、レジスタンス食らってからというところでございますが、真空地帯のことを考えますと、ちょっとね、128円を明確に割り込んだだけ、まあ、若干下引きもありますが、今度割り込んだ時にはね、明確にずるっと下げてしまう可能性がありますので、明確に割り込んだ場合、15分足、もしくは1時間足で実体ベースでね、下引きではなくて割り込んだ場合には、その,場そのままショートを組んでいただく。その場合には、20ピップスから30ピップスは比較的早い タイミングで取れるかなと考えておりますんでね。こちら下方向のところ割ったら走り出すというところはね意識していただければと思いますんでよろしくお願いいたしますはい、以上でねユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に入っていきましょう はいえー、ポンドエもね、火曜日に一旦は反発の兆しが見られたところでございます。えー、ここの部分でございますね。えー、ただ、その後、えー、昨日のところで一気に、えー、ニューヨーク、えー、ヨーロッパ時間ですね、割り込んでしまったところから、下落トレンド。引き続き移動平均線が右下下がりに転換しまして、その下側で、陽線陰線、陽線陰線というところでね、えーまあ、下方向に掘っている状況が、未だ止まらないというところでございます。 えー、ということであればね、えー、基本的にはまたロングとショート、えー、個別に考えていくんですが、えー、ロングに関しましては可能性はちょっと、ね、低いような状況でございますが、一気に移動平均線を上回って、その上側でサポートが入った場合の強力な、えーこれね、サポート、反発があった場合でございます。えー、この場合には、ね、移動平均線は、えー、右下,下がりから、あ、ちょっと色が違いますね、えー、右下下がりから横ばいから、 そして右肩上がりという形になっていきますが、まあ、この可能性よりもですね、まあ、引き続き戻り売り、移動平均線が下がってきておりますので、移動平均線を超えない程度の反発があったところで、下方向にショート。えー、これは移動平均線の下側で、要線から陰線。えー、過去のところを見ていただきますとね、まあ、こういったパターンや、あとその前にもですね、えー、たくさんありますが、まあ、こういったところですね、えー、このパターンを狙っていく相場でよろしいかなと思いますのでね、まあ、勝手に逆 逆張りでロングを組むというところは特におすすめしませんし、えー、これ、起こった場合にはですね、まあえー、もちろんね、逆張りというところは、えー、おすすめはしないんですけどね、えー、しっかりと下方向でストップロスを入れるのは必須。えー、ただ、最後の、えー、オーバーシュートということでね、ここ結局、えー、この長い下ヒゲというのは、えー、オーバーシュート気味に落ちたんですが、まあ、大底にはならずですね、えー、さらに下げてしまいましたので、またもやこういったような大きなね、まあ、100ピプスぐらいの一気に下落が起こったところ。ここいうところがね 逆張りのショートを取ってもよろしいかなと思いますが、まあ、いずれにしてもね、えー、これはス、えー、ソップロスは下方向にかけておくこれは必須でございますのでね、えー、その分はお気をつけいただければと思います基本的には移動平均線付近での戻り売りというところをね意識していただければと思いますので皆さんの相場感と,とともに参考にしてください、はいえー、以上でね、えー、ポンド円の解説を終わりまして、えー、続きまして、えー、5ドル円こちらも下げておりますが解説に入っていきましょう はい、えー、5ドル円に関しては、ポンド円とほぼほぼ同じような動きで、えー、引き続きね、まあ、火曜日、えー、サポートといいますか、1回横ばいのところがあったんですが、それ以外は基本的にはここのところ移動平均線の右下下がりの下側で、要線から陰線、要線から陰線。 ここの部分もね、要線から陰線ですね。そして一つ、えー、レンジを挟みながら一気に下落。また、リバウンドしましても、要線から陰線、要線から陰線ということで、引き続き下落というところでございます。えー、ということであれば、えー、今後もね、引き続き戻り売りということで、移動平均線が下げてくる中で、 えー、このような形ですね。えー、この下側で、えー、移動平均線が一旦反発して陽線が出るも反発が弱く移動平均線の下側で陰線に切り替わるところこういったところでねやはりショートを組んでいく相場でよろしいかなと思います。えー、可能性では低い形になりますが、えー、一回ね大きな反発があって移動平均線を超える そしてその上側でサポートが入った場合はロングでございますし、えー、その場合の移動平均線は右下下がりから横ばい、横ばいから右肩上がりという形になりますが、ちょっとこの可能性は低いんじゃないかなと思いますので、えー、引き続き移動平均線の下側で、えー、要線から陰線ですね、えー、こっちのショートを狙っていく。そしてこの78円を割り込んでみますと、えー、割り込んでいきますと、えー、ちょっとね、この辺りは、 4時間足を見ても直近の安値、ね、そして冷やしで見ても、これもね、かなり前の安値という形になってしまいますのでね、まあ、どこで止まるかわからない。最後はね、オーバーシュートということで、こちらもね、大きな下落がありましたが、 えー、結局は止まっておりませんですので、まあ、50ピプスから100ピプス近く、えー、一気にね下げるようなところがあれば、えー、これはね逆張りの、ね、ロングでも面白いかなと思いますが、えー、ただその場合に関してはストップロスは必須。えー、これはね、えー、他の通貨でも共通していることでございますので、78円破ったら走るというところでね、ね、えー、このあたり意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上で、ねえー、5, 5ドル円を含めた、えー、クロス円の4ペア、4通貨の解説を終わりまして、続いてドルストレート、3ペア、3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、ドルストレートは、ねまあ、ユーロドルは若干ですが、えー、横ばいになってきておりますが、ポンドドルと5ドルベイドルは引き続き下落トレンドという形になっておりますので、まあ、ほぼ、ねえー、同じような形で、えー、見ていただければと思います。 まず、ユーロドルに関しては、こちらの方はね、えー、1.17、これ重要なポイントというお話をしていたんですが、えー、これ、えー、週足をご覧いただきますとね、1.17割り込んでしまいますと、えー、もう真空地帯でございますので、どこで下げ止まるかわからないという状況になってきております。 まあこの状況が続く中で今も弱い形になっておりますのでまあ引き続きですね1.17こういったところでは昨日もレジスタンスを食らいましたが過去のサポートとまたねサポートがことごとく入っているところでございますが1.17付近ではなかなか超えることができないかなと思いますのでまず上がっていった場合でも1.17付近で陽線から陰線でショートそれとですねあと明確に直近の安値 ちょっとこれは下ヒゲも若干出ておりますが1.1670ぐらいですね。 ここを明確に割り込む場面があっても、ここはショートかなと思いますので、ちょっとね、1.17のレジスタンスおよび1.1670、その30ピプス下でございますが、ここも割り込んだらショートという考え方で、引き続きショート目線。そしてロングを取る場合は、このね、まあ、そことは限りません。ダブルボトムにも見えますが、もしダブルボトムになって1.17を超えた場合ですね、 えたところでんで取るはなくて1回1.17の上側でねサポートが入る1.17の上側で平均足が陰線から要線えこういったサインが出てからえロングをねえ組むということを心がけていただいて、まあ、頭と尻尾はくれてやってですねここのところまあ 過去を見ていただきますと頭とまあここが尻尾かどうかわかりませんが尻尾と仮定しますとこういったところってね、えー、難しい動きとなりますのでまあ、その胴体の部分の美味しいところを狙っていく、えー、ちょっとねこのあたり急な下落でございましたし、えー、ここのところね FOMC の疑似用紙で大きく動く場面もありましたがまあそういったところは難しかったかもしれませんがまあ、他のところね移動平均線の下側で陽線陰線というところですね、えー、こういったところで美味しく狙っていく相場でよろしいかなと思いますんでね。えー、この辺り、えー、むやみにね ロングをかけてしまって、割り込んでしまって、ストップロス、か、えー、られてしまうというところはね気をつけていただければと思いますので、えー、ロングを取るのは1.17を超えて、サポートが入ってからというところをね考えていけば、大怪我はしないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね、ユーロドルの解説終わりまして、えー、続いて、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドドルね、そ、え、こ、ー、が見えません。下落トレンドが継続中ということで、引き続き移動平均線の下側で、陽線、陰線、陽線、陰線。一回、えー、これね、えー、ちょっと反発する場面がありましたが、その後も陽線、陰線、陽線、陰線、えー、ここも続いているというところでございます。 であればですね、移動平均線これから下がってきますので、引き続き反発が弱いところ、移動平均線の下側で要線、陰線でショートを組んでいく相場には変わりがないというところでございます。ロングを取る場合は移動平均線を越えて、その上側でサポートというところでございますが、その場合でもね、ちょっとこのあたりロングを握っている方で逃げ遅れた方の売り圧力が多い部分でございますんで、まあ、そこまでね、ロングをしても今は跳ねにくいかなと思いますんで、 大きくね、ズボンとね、100ピプスぐらい下げたところであれば、オーバーシュートということで、ちょっとね、逆張りで入っていただいてもよろしいかもしれませんが、ただその場合はね、十分にストップロスをかける。じりじり下げているところでは、とてもではないですが、ロングは組めないかなと思いますので、戻り売り狙い。大きくオーバーシュートか、1.366、 失礼しました。1.3650ですね。ここを超えてからのサポートが入ったところで、まあ、これは、ね、取れる可能性があるということで、オーバーシュートか1.3650、ここのところでロングを取るというところを、ね、意識していただければと思いますので、基本は戻り売り、ロングの場合は注意が必要ということでございますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、続いて5ドルベイドル、こちらの解説もしていきましょう。 はいえー、こちらはね、ポンドと全く同じ状況で、下落トレンド継続中、移動平均線の付近、もしくは下側で陽線、陰線が連続しているところで、えー、未だに下げ止まりが見られないというところでございます。まあ、引き続きね、えー、移動平均線が右下下がりでございますので、まあ、ポンドと丸かぶりでございますが、移動平均線の下側で陽線から陰線、ここをしっかりとショートを取っていくというところでよろしいかと思います。 えー、そしてね、えー、ロングを組む場合も、ポンドと同じくですね。まあ、最低でも0.7150。これを超えてからですね、サポートが入るかというところか、もしくは50ピップスから100ピップスね、ストーンと落ちるところ、そこが、えー、オーバーシュートということで、まあ、えー、今までね、ロングが捕まっている方が、えー、切らされるところのサインになろうかと思いますので、そのような大きな下落が起こったところでは、えー、ロングをね、まあ、 これは逆張り的に取っていただくというところもあろうかと思いますが、基本的にはね、えー、ちょっと難しく、値、えー、動きも激しくなりますので、まあ、基本的には戻り売りで、えー、特殊なところ、オーバーシュートが起きたり、0.7150の上側でサポートが入ったらロングというのもね、考えつつ、トレードに勤しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後に新興国通貨。これもね、ロングが取れるものも出ておきておりますが、えー、見ていきましょう。 はいえー、まずね、新興国通貨のトップバッターはメキシコペソ円でございます。 こちらもね、えー、とうとう5.45を割ってきました。昨日のね、えー、まず右側のチャートが15分足ということで、1日の時間軸でございますが、一気にね、5.5、えー、ぐらいからストーンと下げてきまして、えー、5.45ですね。まあ、ここのラインでございますが、ここを割り込んでしまった。一旦反発するものの、反発が弱く、じりじりしているということで、ま、あこれね、えー、冷やしチャートで見ていただきますと、やっと、えー、この4月以降のですね、レンジ相場、えー、5.3円から5.6円、この中央値の5.45 を割り込んででできたとといいうこここござまますねレバレッジをほぼかけずにかけてもごくわずかこういったところでねロングをしつつ、えー、5.3円でも追加でロングを構えているというような心がけであればロングをとってもよろしいかなと思います。 その際はね、一旦5.45、またね、中央のを超えてきたところ、5.6円と5.45の間ぐらいでね、ゆっくり利格をすればいいかなと思いますのでね、まあ、その保有期間に合わせて、スワップ金利もつくと思いますので、そういったところですね、あくまでもおまけとしていただいて、キャピタルゲインは5.45の今割っている今ぐらいから5.3でも取れるようにして、反発したところでゆっくりと利格をしていく、このようなチャンスになっていますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて南アフリカランド園を見ていきましょう。はい、ランド園の方もね、引き続き下げておりまして、ここもひたすらね、ロングが取れるようなパターンになってきております。今までね、こちらの方、昨日もね、大きく下げまして、今もヨーロッパ時間始まってから下げているということで、とうとう7.2円ですら割ってしまったというところでございます。 こちらね、半年の時間軸でございますが、高い高い8.1円を超えたところからね、またこれ、まあ、0ピプスぐらいね、下げているということで、1円ぐらいね、下げるような形になってきております。まあ、こうなってきますとね、引き続き7.4、7.3でロングを取っていきましょうというところも破れてしまいましたので、今後もね、ちょっと週足に広げていただきますが、こういったところ、今ね、かなり下落トレンド入っておりますが、 この7.2円を含めた7.1、7.0、そして6.9というところもね、0.1円刻みでサポートラインがありますので、ここはじっくりと下方向に落ちたところ、今は南アフリカ共和国自体に何かね不具合があって落ちているわけではなくて、地合いが悪いために落ちている。まあ、こういったところはね、0.1円刻みで引き続きね、ロングを取りつつ、そして冷やしベースの移動平均線ですね。今からの間。 でございますが、まあこれえ時期に7.4ぐらいに落ちてくると思いますけどまあこういったところでねえ引き続き、えー、戻ってきたところで利確するというタイミング、えー、高いところで掴んでしまった場合はですね、えー、どうしようもないというところでございますがまあこの7.5円ぐらいからね、えー、まあ 計画的なね、こちら難品をしている方であれば、救われるところは十分にあるかなと思いますんで、今、非常に怖いタイミングではあろうかと思いますが、まあ、こういったところはね、ロングのチャンスという形でございますんでね、まあ、しっかりロングを取っていただきながら、移動平均線に近づいたところで、しっかりと利確をする。まあ、こういったところが必要になろうかと思いますんで、ね、まあ、ちょっと怖いと思いますが、レバレッジをかけない程度であればね、十分よろしいかと思いますんで、しっかりとレバーを抑えて、ロングのチャンスということを認識いただいて、そして移動平均 平均線の戻りで利確をするそれまでの保有期間に対して、えー、スワップ金利がつくというようなね考え方でよろしいかと思いますの、ね、でよろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね南アフリカランド円の解説を終わりまして最後にトルコリラ円の解説で締めていきましょう。 はい、トルコリラの方もね、13円の付近から一気に割り込んできまして、今はね、12.80。ただトルコリラは今まで弱かった分ですね、今回の下げはあまり影響が出ていないということで、冷やしチャート見ていただいても、まだまだね、レンジ相場の中ということで、12.50から13円の間というところでございます。13円をね、超えてから、これサポートが入った場合、13円の上側で平均足が陰線陽線。これがね、ちょっと と可能性がなくなくってきました今までは上髭ということでございましたが、今回超えずに、ねえー、下落してしまったということで、ちょっと13円の上側でのサポートのロングは難しい。えー、そしてですね、えー、下方向、これ12.50割り込んだらオーバーシュートが起きますよというのはね、お話をしておりますが、史上最安値が週足をご覧いただきますと、12円ぐらいで、えー、あるというところでございますので、まあ、12.50、ここ割り込んだところぐらいでオーバーシュートが出たところで、 ここはショートをやっと組めるかなというところでございますのでね。まあ今までのトルコリラはロングが9割以上というところでございますが、12.50割ったときにはそのロンガーさんたちが投げてきますので、そこから拾い始めるという感覚でよろしいかと思いますので、今中途半端な位置で手を出さず、12.50を割り込んで、ストーンと落ちるようなタイミングでロングを組み始めて、そしてまた戻ってきたところで利格をしていく。このような考え方でよろしいかなと思いますのでね。まだまだトルコリラに関しては、 ロングは取ってはいけないかなと考えておりますね。ペソランドはそろそろ仕込み始めそしてトルコリラはまだまだ待つというところでねよろしいかと思いますね。よろしくお願いいたしますはい、以上でね今回の10ペア10通貨の解説を以上といたします本日ね週末ではございますがいつも通り21時からですね YouTube, YouTube ライブ始めていきますので最新の相場感を共有されたい方そして具体的なね質問がある方 YouTube ライブにご参加いただければと思います それでは1週間お疲れ様でございました。お時間ある方はまた YouTube ライブ e 2 1時からお会いしましょう。バイバイ。